コンビニって、まあ、ある一定のランクはある、うん、全ての店に、まあまあまあ、全ての店がある一定のランクがある、うん、でもやっぱみんなこちらとしてはお客様としては、うん、よりランク高いところ行きたいと思わない、ちょっと、まあ、まあちょっとでも行きたいって、だからもう全ての店、今のコンビニなんて、うん、そのいろいろ本部がこういう風にしてください、ああいう風にしてくださいっていうのがあるから、うん、もう平均取ったらもう70点ぐらいはある、絶対何をしてもね、うん、より75点80点、まあまあまあ、85点のコンビニに行きたいと思う、高みを目指していただきたいですよ、これの見つけ方、この冬というか寒くなってきた時だからこそできる見つけ方、やっぱふと、あ、ちょっとあったかい飲み物飲みたいな、いや、まあ、コンビニ本当飲みます、飲みたいでしょ、そろそろも飲みます、飲みたいでしょ、はい、行ってください、コンビニに、はい、行きます、あったかい飲み物の棚行ってください、はい、ね、何でもいい、お茶など、お茶、紅茶、コーヒーとかあるでしょ、オレンジの、何でも一回手に取って、うん、そしたら手に取ってこうやってバッて見てたら、はい、なんかシール貼ってあるの分かる、ちっちゃい貼ってますね、例えば1112とか、はいはいはい、それが1113とか、はい、まずこれ貼ってある段階で、はい、勝ち組コンビニは70点以上確定え、あ、もう、え、でも結構貼ってるけど、だから今のコンビニって全部もうほとんど貼ってあるから、もうまずそれを見つけただけでもう70点以上の店だと思ってくれていいか、わかりました、うん、はい、あれ何かって言ったらコーヒー、お茶、うん、紅茶、うん、とかってあれコンビニって温めたら販売期限がキュッて短くなる、一気に、まあなんかそんな気もしますよね、そう、冷たいままだったら別に1年ぐらい置いといたって、はいはい、賞味期限なんか切れないんだけど、はい、あれあったかくするとギュッと売れる期間が短くなっちゃうから、はい、あれ何を指してるかって言ったら、あれあったかいお茶とか置いて13日までしか売れないの、へー、コンビニで、はい、あのあったかいのに投入してから13日間しか売れないの、はい、だから例えば11月13っていう日付のやつを今コンビニで見たとしたら、11月の1日に入れたやつの、それって、はいはいはい、中に、はい、ね、はい、1日に入れたから13日が賞味期限になっちゃうっていう、うん、っていうのを調べていくと、まあ、まずそこの期限が切れてることなんかまあまずないけど、まあまあまあ、この時期だから絶対売れるから、まあ、絶対売れます、結局、うん、その期限切れてんじゃんこれっていうことはないんだけど、うん、よりいい店を見抜くためにまずこのシール貼ってあるのが最低限の70点ね、はい、見てほしいのが特定健康保険用のお茶、はい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 、はい、あるでしょ、はい、あります、なんか人がこんなんやってるお茶あるでしょ、マークの、もうちょっと痩せてますマークあれ、はい、あれ見て、あれ手に取って、はい、あれプラス13日プラス6しかないから、はい、あれの期限だけさらに短くなる、ね、うわ繊細だ、繊細なのあいつってプラス6だから、はい、例えば今日入れたって、うん、2345678、11月8までの、はい、ね、うん、でも店によってはあれ13日で捉えてるとこあるから、なるほど、はあ、例えば、うん、今入れたら13日で15日のやつの店があるの、11月15っていうふうにシールで貼ってある店があるの、はい、特定保険のお茶に普通のお茶と同じ感覚で貼ってる人がいる、はい、それルールが徹底されてない、あれ、はい、本当はプラス6で打たないとダメだから、はい、プラス6のルールを知らない人が13で打っちゃってる、あ、はい、だから行ってまずコンビニ行ってあったかい飲み物の棚に行きます、はい、まず商品を取ります、はい、シール貼ってある、はい、はい、70点、はい、70点、70超えました、はいはい、で、続いて特定保険のお茶取ります、うん、6日以内か、うん、6日以内か確認して6日以内だったら、うん、80点超えてます、もう、うわ、もうこれだけでこういう些細なことの積み重ねがあのコンビニのレジ横のホットスナックの美味しさにつながるから本当に